心拍が吹いても剥げない国産仏壇、輪島漆器仏壇店の永田光輝でございます。9月の14日木曜日、朝4時起きの海運社長でございます。今朝もですね、小原翔介さん朝風呂読書、お風呂に入った後ですね、すっきりして、朝5時には出勤いたします。今日もですね、7時まで営業いたします。一生懸命頑張ります。皆様よろしくお願い申し上げます。